カヌースプリントは、カヌー競技の種目の一つ。清水にコースを設置し、その区間内でのタイムを競う。使用する体により、カナディアンとカヤック、乗組員数により、シングルペアフォアの区別がある。2009年4月1日に競技名が、現在の名称に変更される以前は、フラットウォーターレーシングと呼ばれていた。タイムトライアルであるスラロームや、ワイルドウォーターとは違い、 複数点が一斉にスタートしてその着順を競う。途中で転覆した場合は失格となるが、選手がフィニッシュラインを通過した時点でゴールとなるため、ゴール直後に転覆しても問題ない。2004年のアテネオリンピックでは、男子がカヤックシングル、カヤックペア、カヤックフォア、カナディアンシングル、カナディアンペアが、女子はカヤックのシングルペアフォアが実施された。 大会などのスタートの合図は以前は、スタートウィズインテンセカンズ、という独特のアナウンスだったが、2011年度より、レディーセット、ゴーとなった。陸上競技における、オンユアマークと、レディーは、ほぼ等しく、セットのアナウンスがあると選手はパドルを構え、スタートの準備をし、ゴーで一斉に、発定する。日本では、フラットウォーターレーシングの盛んなヨーロッパ諸国に、 比べて大きくて流れのほとんどない河川、池、湖などが少なく、急流が多い上、競技人口も少ないため、フラットウォーターレーシングという競技はあまり知られていない。戦術したように大きな河川などがあまりないため、日本で行われる大会では500メートルもしくは200メートルのタイムを競うものが一般的である。ありがとうございます。